はい、皆さんこんばんは、いつもねご視聴いただいてありがとうございます。視聴者プレゼント企画まだまだやってますんでね、インスタもツイッターもやってなくて応募できないなと思っていた方も、メールアドレスをね概要に載せておいたのでね、諦めていた方もねぜひコメントしてみてください。あとは、個人情報が心配で住所を教えたくないっていう人も、郵便局止めにも対応しますし、他に希望があればねそのように対応しますので、ぜひねコメントを残していってみてください。はい、ではね今回は岐阜県の土岐市にあります名義国際ゴルフクラブ、こちらのゴルフ場で早朝ラウンドしてきた模様をねアップしていこうかなと思います。こちらのね名義国際ゴルフクラブの概要なんですけれども、つまぎコースと三国コースの、それぞれね18ホールあって、合計で36ホールというゴルフ場になっております。簡単にね特徴を説明すると、つまぎコースはフェアウェイが広くて距離も長めなロングヒッター向けのコース、三国コースはね距離は短いんですけれども多彩なショットが要求される技巧派向きのコースとなっています。クラブハウス外観はねこんな感じ、中に入るとね広々としたフロントになっています。ロッカールームはこんな感じですね。綺麗で明るくて35ホールのゴルフ場らしくてね、広くて、たくさんお客さんが入っても大丈夫な数のロッカーが並んでました。カートはね5人乗りで自走式、コースガイドは紙のラミネートタイプ、早朝スループレイで予約をするとツーサム割り増しなしで予約できてお得にラウンドできますんで、今後のね予定に入れてみるのはいかがでしょうか。それではね今回はつまぎコースをね回ってきましたんで、早速ですけれどもアウト1番から9番の模様です。どうぞ。お、乗ってるね。いいところ。ちょっとありがとう。グリーン乗ってない？グリーン乗ったか乗ってないか。
超えてるよ。見といてよ。俺もう分からん。
大丈夫。いいショットだ。ここ速そう。これ言ったらそうなるんだから言わんようにしたら間違えた。左だけどまあ大丈夫。あの左はキックキックトントンで出てきた。左。いいデッド。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、70ヤード前後のねショートアイアンがダメでしたね。まあ、しっかりね2打目をグリーンに乗せてバーディーチャンスを作っていけなかったところが、反省点かなと。まあ、朝露でねパター難しいんで、まあ、基本バントで寄せて、まあ、距離感重視ではあるんですけども、まあ、ラインもタッチも、まあ、いいものもあれば悪いのもあって半々ぐらいって感じでしたかね。コースの方はというと、まあ、距離もそこそこでフェアウェイもまあまあ広いかなという感じでした。前昔ね一度ラウンドしたことがあるんですけども、まあ、かなり前だったんで思い出しながらのラウンドではあったんですけれども、2番ホールのロングホールなんですけども、ティーショットのね落ちどころがこう傾斜になっていて、フェアウェイにあの打っていってもかなりの確率で傾斜でね左のラフまで持っていかれてしまうので、思い切ってね右ラフのね方向にね打っていくとフェアウェイのいいところで止まってね、セカンドでね
グリーンを狙っていきやすくなると思います。距離はねありますけれども、打ち下ろしですんで十分ねイーグルも狙っていけるチャンスホールなんではないかなと思います。4番5番もね、まあ、ティーグラウンドに立ってみてもそんなにね幅が広く感じないんですけれども、木でね隠れているだけで、まあ、落としどころはね結構ね幅が広くなっているんで、ドライバーでね思い切って打っていって OK だと思います。注意したいのは、9番の右側ですね。ここはね木から右側はね確実に OB なんで、曲げるならね左っていう感じで打っていきましょう。まあイージーミスもなくてねこのまま行きたいところなんですけども、果たして後半はどうなるんでしょうか。次回もね引き続き明義国際ゴルフクラブのつまぎコース、インコース10番から18番の模様をねアップしていきますんで、またお時間ありましたら覗きに来てみてください。それではまたね次の動画でお会いしましょう。